大きく今ファッションのとは何かということが大きく時代とともにうねりを上げて問われてます。今日の服を売るためのプレゼンテーション、これを称してファッションショーと呼ぶと。それに対して私はその全時間を誰もがやったことのない舞台表現に近い人の感情と交流する場にしていこうと。目立たない生き方をしたくないなと、これもはっきりしてます。ファッションの表現する材料は染色集というそういう教育を受けてるんですね。ということは染は染めるです、色は織る、集は刺繍の集、これが今までの表現の技法、最も先に進んでる素材の一つがセイコーエプソンさんの技としていくつかな可能性を持っているというところです。手刺しの東北の木綿の藍の切れです。でこれをですね一回作ってみたんですが、やっぱりえらく高くでついちゃうんです。でそれに関して同じことをプリントでいくことできるかという研究をしましたらば、今私が着てますのもそうですが、いろんな柄をこうアプリケにしたりというようなことがプリントとしてできてしまうと。これに新たなる光を加えてやろうということで、これに重ね着の、まあ、シャオプセルといいますか、そういうようなものを載せてると。デジタルナッセンというのはそのシルクだったり綿だったりとかそういう天然繊維で消化転写っていう技術に関しては、今関西が着ているこういうポリエステルだったりとかっていう化繊に対してプリントができる、つまりその両者をプリントできるっていう技術を持っているのはエプソンの技術しかないかなと。ベロアにプリントしたりとか、あのベロアの発色なんていうのはすごい際立っていてとても綺麗だなというふうに思ってるし、あとは逆に言うと紗の薄いものに対してプリントができて、で重ねっていう新しい技も得ることができるとか、普通にプリントで言うとフラットに見えちゃったりする部分を少し凹凸があったりとか味わい深くするためにっていうところで、一番その時のいいものをちょっと選ばせていただきました。色と輝きだよね、うん、暗く沈んでるのダメだね。かつてこういうものがプリントにはならんぞと、そういうものもプリントになりますし、関西さんちょっと待っててお茶飲んでてと、その間にプリントが出てきてしまうという時間の節約ということもありましょうし、このデジタルとにかくいろんなことが可能性を帯び始めたというところだと思ってます。いろんな技術の進化というのは果てしなくまだまだこうあるものだと思いますから、これはキリがないところまでいけれるんじゃないかなというふうに思います。